こんにちは、ものづくりを日常にコピコボです。今日は、キッチンでできる草木染めの番外編です。庭で摘んできたこの葉っぱ、ちょっと虫食いだらけですね。何の葉っぱかこれ分かりますかね。今回はこの葉っぱを使って色紙を作っていきます。それではどうぞ。これは4月に撮影したものです。今回はこの桜の葉っぱを使います。桜の葉っぱを集めています。重さにすると大体 60g でした。集めた桜の葉っぱをハサミで細かくしています。この時期の桜はあまり色が強くないので布に染めるのには向いていません。なので今回は色紙作りの染液に利用します。桜染めの布は桜の匂いはしませんが、桜の色紙は桜の匂いもしばらく楽しめるのでおすすめです。桜の葉っぱを切り終えました。切った桜の葉っぱはジャブジャブ水で洗います。洗った桜の葉っぱを鍋に入れています。そして水を1リットル加えています。重曹を大さじ1杯加え火にかけます。蓋をしてグツグツしてくるのを待ちます。グツグツしてきたので蓋を取り弱火にして12分煮込みます。12分が経ちました。ザルでこして一番液の完成です。容器にネットを張り、さらに細かくこしながら一番液を容器に移しています。鍋に桜の葉を戻し、1リットルの水と重曹で再び染液を抽出していきます。グツグツしたら再び弱火で12分煮ます。12分が経ったらザルでこし、これで2番液の完成です。2番液も1番液と同様に容器に移します。この桜の染液は酸化させる必要があるため3日間このまま寝かせます。3日間待ってる間に紙すきの道具を作っています。木材に鉛筆で印をつけて、印に合わせて切って、ヤスリをかけて、面取りをして、ボンドでつけて、ネジで留めて、押さえも作って、完成です。うん、いい感じ。これは牛乳パックをおろし金でおろしているところです。牛乳パックの両面についているフィルムは水でふやかして剥がしました。ゴシ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 と根気よくおろして牛乳パックを細かくしていきます。ペットボトルに入れて振る方法も試していましたが、いくら振ってもいくら振っても紙が細かくなる様子はなく、ただ二の腕が痛くなる一方だったので、試行錯誤の末にこの方法に落ち着きました。ただこれをやってる最中、部屋に細かい紙の粉が散ります。かといって換気で窓を開けると部屋中に紙が飛び散るので、ここはマスクをしながらの作業が良いです。仮面では何一つ防げませんでした。そしてこの方法も型が凝ります。今思ったのですが、水に湿らせた紙パックなら部屋に紙が飛び散らなかったかもしれません。さて、重労働の末牛乳パックを下ろし終えたので
ペットボトルに移しています。牛乳パック1枚でだいたい3枚のハガキが作れるので3等分、1つのペットボトルにだいたい 10g くらい入れます。この時の紙が多すぎると厚くボタッとした紙になってしまうし、少なすぎるとヘナヘナで薄い紙になってしまうので、量はいい塩梅に調整する必要があります。ペットボトルに紙を入れ終えました。さてこれで紙すきの用意ができました。まず3日間寝かした桜の染液をペットボトルの中に入れます。そして同じ量の水を入れます。これで桜紙の準備は OK です。4月に行ったタンポポ染めと同じ要領でタンポポの染液も作りました。こちらはミョウバンを小さじ1杯入れます。ある程度混ぜたらペットボトルに移します。そしてこちらも染液と同じ量の水を加えます。蓋をしたらタンポポ紙の準備も終わりです。これは前回のよもぎ染めの染料の残りです。ペットボトルに移したら銅媒染を入れます。こちらも染液と同じ量の水を入れて、蓋をしたらよもぎ紙の準備も OK です。そして振ります。廊下を歩きながら振っています。もうただただ振っています。振って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 ます。振ってます。振ってます。振っています。振ってます。こっちでも振ってます。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 そしていよいよ紙すきです。まずは金網をセットします。その上に押さえを乗せます。振りに振ったペットボトルからどんどん紙を流し入れます。できるだけ均一になるようにペットボトルから紙を出していきます。指で表面を整えています。ある程度整ったら上から不織布を乗せます。不織布を乗せたら上からある程度整えて押していきます。そして押さえを外します。金網ごと外します。そして上からギュッギュッギュッとできるだけ余計な染液を落とします。できるだけ染液は絞り落としてください。そして金網のまま乾燥させます。今度はよもぎ紙です。金網をセットしています。押さえを乗せて、上から紙の液を乗せていきます。できるだけ均一に均一に均一に乗せていきます。そしたらまた不織布を乗せます。この不織布が意外と大切です。不織布がないと手で押さえた時に紙が手に貼り付いてしまいます。なので不織布をしっかり用意しましょう。ちなみにこの不織布は近所のニトリで買いました。染液をしっかり絞ります。そして金網のまま乾燥させます。最後にタンポポ紙です。タンポポ紙は摘んできたタンポポの花も入れたいと思います。この時期になるとタンポポの量はめっきり減ってしまうので、4月のようにたくさん摘むことはできません。花びらを入れたらまた振ります。そしてまた紙すきをします。金網を張っています。この金網なんですが、結構この縁がチクチクしちゃうんですね。桜紙を作ってた時は周りの縁をちょっと加工してたんですけど、この動画ではちょっとあんま使っていて、できるだけ周りをガムテープとかテープとかで留めて怪我がないようにした方がいいと思います。はい、また不織布を乗っけて金網ごと外して、で最後絞ります。そして
乾燥させたら完成です。色紙が完成しました。完成するとこんな感じです。色分かりますか？これ桜、桜ですね。ちょっと桜の匂いします。で、これがよもぎ。よもぎもちょっとよもぎの匂いしますね。で、これがタンポポです。タンポポあんま匂いしません。こんな感じで3色の色紙ができました。今回はこうやって木でですね、紙すきの道具作ったんですけど、この豆乳のパックをこんな感じで切り抜いて、こういう風にして枠を作ることもできます。あとは発泡スチロールだったり、あんまり水を通さない素材であればできると思います。で、この枠を作る時のポイントとしては、やっぱこれ1枚だとどうしても薄いので、何枚もこれを作って、層を作って、できるだけこの深さが欲しいんですね。なので深さができるように枠を作ってみてください。あと、この金網の代わりに網戸で代用もできるかなと思うんですけど、やっぱできるだけここがね、硬い方がいいんですね。じゃないとどうしてもこのへなってなってしまうので、ある程度の硬さが必要となると、やっぱり網戸だと強度が薄いかなと試してて思いました。で、やっぱりこの金網を使うとき、この木はですね、やっぱどうしてもチクチクしちゃうので、動画ではこれ補強してたんですけど、やっぱ周りをガムテープとかこのテープとかでこうできるだけ補強しといてあげた方が、このチクチクして怪我はしなく済むかと思います。夏もですね、始まってこうやって自由研究の時期だったり、ちょっと時間があって工作がしたいっていう時に、結構こうやって紙すきね、ただ紙すきするだけでも面白いですし、こうやって色紙作っても面白いですし、あとはこの色紙なんで、このタンポポとかそうですけど、お花を散らしてあげると結構いい感じになるので試してみてください。あと、別にこれ植物の色素じゃなくても絵の具とかでもできるので、ぜひ夏休みの工作に試してみてください。今回も最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よければ高評価をお願いします。これからもコペ工房では、やりたいなっていう気持ちをやってみようっていう気持ちに変えれるようなものづくりの動画を上げていきたいと思っています。ぜひ興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さよなら。